クマコウがファンクラブ特典のバスソルトを選んでパッケージイラストを描いてみた。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、これを選んでいただきたいわけです。何種類でしたっけ、これ最終的に。3 え、待って、はい、これとこれの違いを。もう一瞬や鋭いね。はい、そう、これはラベンダー。おお、一個一個ちょっと開けて。ああ、開けて、ね、匂いと。おお、うん、ラベンダーだな。え、これあれかな、中入れたら色変わるみたいな、水に入れたら色変わるみたいなあれですか。普通にこの、このままこの色ね、変わらないらしいです。めっちゃいい匂い、色を感じられることはできます。あ、そうなんだ、ね、なんかイメージ的にこれ結構紫みたいなねで、入れたらそのまま紫ですみたいな。これラベンダー結構好きですね。クマコ、熊谷選手が選んだ。これ番外編メジャー、おすすめ、私のおすすめ。最終選べば、そう、そういうことね。一押しヒノキ。ちょっと私の知ってるヒノキの香りか分かんない。ああ、ヒノキだ、ヒノキ。ああ、うん、うん、まあ、そのあのあれですね、いい感じのログハウスの匂い。ああ、はいはいはい、わかる。ちょっとでもなんかさ、鼻いかれ始めた。ちょっとなんか似てるよ、でもちょっと違うね、うん、ちょっと違うね。まあでも確かになんかその入浴剤の匂い、薬物みたいになってる。ヒノキ、ヒノキ入れますよ。危ないっすね。ゆきよさん、これダメっすね。映像的に。鼻から入れてる。ラベンダー来たらな。でもヒノキ。俺はちょっと。マンダリン。マンダリンってオレンジ系のやつですか？柑橘系。柑橘系。なんかマンダリンオレンジみたいな。ね、イメージだけど。ああ、俺結構好きだな。これ結構好き。何系ですか？本当甘い。ああ、柑橘の、あの、皮の、皮の匂いする。うん、やっぱね、温泉地を置いたというところで僕厳しいんですよ。温泉そんな匂いでやってたっけ？でも本当にあれなんよ。沈んで、俺、家に、なんだっけ、カボスだっけな、入れてるんですよ、お風呂に。なるほど、なるほど。それに近い。それには近くない。近くないね。適当なこと言いました。はい、あ、これは結構おすすめ。高評価、うん、ありました。全部影ってことですよ、はい、面白い。今じゃあちょっとさ、ランク並べて。ラベンダー。この結晶の感じがちょっとやばい。そしたら色ね、なんかあった方がいい。ラベンダーは紫、これがオレンジ、オレンジみたいな。ヒノキはちょっとダメ。緑でいくか茶色でいくかみたいな。次はローズマリー。ああ、ちょっと苦手かも。強い。あ、湿布の匂いする。ああ。わかる。ああ。なんとなく。なるほどなるほどなるほど。あ、でもこっちシリーズかも。やっぱ、うん。ちょっと植物系の匂いですね。ローズマリー。強め。結構強い。なるほどね。じゃあちょっとこれ、まあ、暫定4位です。とりあえず色は全部一緒なんでね。はい、すごき。あ、違いがね。何と何ですか？今嗅いでるのはヒノキとクスノキ。え？違う違う、名前伏せて一回。多分わかるけど。はい。はい。こうです。クスノキ。
だな。超かクソの木やってるわ。なんかあんまり、いや、こっちの方が鰹節っぽい。いやいや、味噌汁作るんじゃないみたいな。黒でさ、一回わかる、鰹節か。でも俺こっちにちょっと近い気がする。ローズマリー、サンタがやってみる。そう、だからほら、え、ちょっと待って、鼻おかしくなってる。え、ちょっと 最終的になんかわかるでしょ。うん、なんか爽快感はある、うん、爽快感はあるっすよ。え、でも一番多分あの味噌汁っぽいのがクスの。味噌汁言っちゃってるよ。鰹節からもこれ難しいよ多分。名前見えない状態にして選ぶ。じゃあこっちからいくね。はい、マジで見えてないっすよ。直感でいこう。クスノキ。クスノキしか言わないじゃん。合ってた。いや違うか。最後までもう一個なんだっけ、あの入ってたの。クスノキ、ヒノキ、ローズマリー。ローズマリーだ。あ、待って、これが、うん、あれ何これ、ローズマリー。じゃあ最後これは、うん、今のとこあのコーンの予想ではヒノキになるはずですが、うん、ヒノキちゃう。クスノキとヒノキダメだよ。クスノキとヒノキ全然当たんない。ローズマリーだけは当てたね。当てた。まあ尻尾の匂いって言ってるからね。どれがいいのよ。この2つはもう、まあ、もう確定だね。なんだっけ、俺が一番いいって言ったのこれだね。意外とマンダリンは結構、はい、暫定1位です。暫定ってかもう1位です。トップオブトップ、トップオブトップ、まさかの。で、まあ色はつけますね。これオレンジにします。でこの植物系、まあ正直あんま変わんない。一緒でこれはちょっと違うな、うん、ヒノキかな。ヒノキかな、やっぱ最終的には。全然当ててもらえてないけどね、さっきからずっとこれクスノキって言われてるからね。え、これあれですか、その選んで当てるやつですか、それとも全部3つでね、もう1セットにして、はい、じゃあまあヒノキですね。この3種類ですね。ではそれでいきましょう。はい、熊谷セレクト、はい、採用された。いい感じ。すごいじゃん、俺のこのあれ。じゃあ、見た状態で書くのずるくない？それでちょっと、もう理由や。なこれ。なにこれ。自分でマンダリン。わかるでしょ、だいたいみんな。はい、ほら、ほぼリンゴ。清掃はしますよ、ちゃんと。もうこれで、これなんで、いきます。それぐらいの味が、それぐらいのあれです、はい、マンダリン。次なんだっけ。ヒノキ。ヒノキね。ヒノキ、うわ、むずいなぁ。そうだよなぁ、木だもんね。それよ、ちょっとあれで気持ちで書いてみよう一回。あれって書いたの木だっけ。うん、ああ、チーズ。周りから固めていったよ。結構今センサーにちゃう。ここまでね。違うな、ちょっと待って。違うな。順調だったのに。結構これちっちゃう。ちょっと書き直し、書き直し。一応じゃあ。カモメ飛ばしちゃってるから。ヒノキ、ヒノキ第1号ね。じゃあちょっともう一回。
なんでだろう、なんでうまくいかないの。いいと思うけどね。ね、これが結構センサーとかの、うん、そこまですごいいいのよ。うまい人かなぐらい。ね、これとかさ。いけてる、そうそうそう。でもこれ急にあの海っぽさ出ちゃうから気をつけて。カモメに飛ばしちゃうと。木ってどう描くんだろうね。なんかこう針葉樹のあの尖った感じを出したいんです違うなこういう風なの。あ、でもいいんじゃない。どう人みたいになってるのか結構好きで結構どっちがいい。こっちがいい、好きかな私は結構。カモメの、でもうまさ的にはこっちだな、うん、いや、そうだ可愛くない。これ何ですか。エリンギ。そういう回答を求めてた、ゆきやさん、さすがエリンギ。そうそうそう、そういう、ね、まあまあ、ヒノキやという、うん、次なんて最後ラベンダー、そんな印象じゃない、結構はい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 、なるほどね。色なしラベンダー結構、ね、ハードル高めで、そう、色なしだとね、うわ、むず。うわ、相当求められるね、これ。どうだろう、こう書いて、違うな、こう書いて、生やしてくる感じね。そうそうそう、生えてますよ、ラベンダー。はいはいはい。さっきあったよね、違うの。え、怖っ。こういうクラブね、あえて描いて風景画で行く感じね。そうそうそう。やばい、いい感じだけど、いい扉あって、うん、クラはいい、ね、そうそうそう、歩いていく感じね。歩いて歩いていく。結構でも想像できるでしょ、今のとこ。今のとこでもまだあの何植えてるかなんない。そうだよね。いや、ラベンダーってさ、むずいよね、これ。これを表現しなさい、しかも白黒でって言われたら多分ね、みんな描けない。こう結構さ、球体型でさ、うん、こういう感じでラベンダーって置いてるイメージ。私の知ってるラベンダーじゃないです。ラベンダーもこの感じでしょ。この感じか。畑のバーっていっぱいある感じじゃない。ああね。あ、そう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 。これだよね。そういうことでしょ。ああ、そうだね。そうそうそう。まあ本当はこう人がこう見てますよみたいな。あ、人を描いてみたいな。じゃあラベンダー。人描いたらやばいことなんです。人ってむずくない描くの。棒人間。ね、棒人間になるからさ。飛んじゃってる。これはやばい。楽しそう。うん。ちっちゃい子ね。そうそう。で、手つないでるよ。手つないでる。リードみたいな。違うな、カメラ描きたかったけどな、またむずい。またむずい。いいんじゃない、これで。どう、ラベンダー畑行ってる感じでた。完成。ラベンダー。3種類。
これをどれ自信作これだなって。いや全部よ。やっぱヒノキちゃう。ヒノキどっちどっち採用するの？エリンギかマイタケかみたいな。やっぱこっちかな。でもこっち、うん、こっちいいな。エリンギです。3種類。マンダリンがちょっとね寂しいけど。マンダリンってでも難しいよ。うん、はい。いいんじゃない？いいパッケージになるんじゃない？いやなんかファンクラブ入りたいじゃん。こんなのもらえるんだよ。これあったらしか絶対もらえないよ。僕の自信作。皆さんぜひ入ってくださいファンクラブ。画伯満足いったようです。いい感じ。